はいどうも、インナーレスです。前回に引き続き逆転裁判やっていきたいと思います。はい、続きからですね。前回は2話が終わったところですね。この逆転姉妹っていう、まあコナコの裁判で破られそうになったわけですが、まあ千尋さんが迷いの霊媒によって来てくれて、まあなんとか逆転勝ちしましたと。そういうわけでこの第3話、逆転の殿様、なんかもう絵やばかったけど、これをやっていきたいと思います。開始。お、えい、こしゃくなり殿様、天空の月や貴様の血を欲しておるわ。なんだなんだなんだ、今宵の月よく目に焼き付けとくがいい。お主の見る最後の満月となろう。何何何は？覚悟せい、悪、読めなかった。ぬおーくわー。え、待って、待って、え、闇の使者復活お楽しみに。あれ、殺人じゃない？あれ、なんか早速、あー、なるほど、法律事務所になってる。そう、前ね、迷いが千尋からの手紙を届けてくれて、その手紙の中にもう独り立ちしてもいいんじゃないのみたいなことがあったんだよね。で、迷いちゃんがこれもしかして助手になったりするってか、なってるな多分。楽しみ。10月14日午後5時31分、なるほど法律事務所。お、早速いた。あー、面白かった。これはあれか？この絵画の映画を見たとか？もしかして。見るって話だったもんね。なるほど。あ、全然関係なかった。つか、なんでこの音楽？覚悟せい、悪大官。うわ、ほうきを振り回すな。あ、いたんだ、なるほどくん。お前、心よく許してるけど、仮にもこっち、6歳ぐらい上だからな。で、敬語を別に許可したわけでもないからな。お前が勝手に許可しただけだからな、自分で。いたんだじゃない。なんなんだ、あのシュールなビジュアルは。なるほどくん知らないの？なんだなんだなんだ？ん？大江戸戦士、殿様。ヤングに絶大な人気のヒーロー、殿様んだよ。こんなんが人気なの、この世界。ヤング？何歳ぐらいのヤングだよ。10歳ぐらい？あー、なんか、戦隊ものだったりする？もしかして。ヤングすぎんだよ。一緒になってはしゃぐな。お前17歳だったな、確か。でも、私だってまだ17歳だよ。もうだろ。ティーンだよ。なるほどくんとは違うんだよ、根本的に。やかましいわ。人をじじいみたいに言うな。僕だってまだに、あ、24だっけ？なるほど。そっか。じゃあ、三剣とは、ためか。じゃあ、やっぱりな、あれなんじゃないの？なんか、知り合いであることをほのめかしてたし、同じ小学校でさ、同じ学級裁判やったんじゃないの？この二人。わかんないけど。てかもう、この二人が出てくるのはもう、確定なのね。逆に言えばあれか、星影先生は今回出てこないのか。あの、小中とか、梅尾とかは、まあ、戻ってこないんだろうけど。じゃあ、なるほどくんも一緒に見ようよ。ほんとかっこいいんだから、とにかくすごい人気なんだよ。今、小学生のなりたい職業の第1位は殿様だしね、そんなわけがないだろう。バカな。まあ、それはそれ。さて、殿様も見たし、そろそろ閉めよっか、事務所。事務所閉める前から見てたんかい。いいのかな？客全然来ないぞ。え、なんで？あれから1ヶ月の時間が流れた。え、だってさ、なるほど。新人とはいえさ、3回も無罪勝ち取ってんだよ。
まあ最後に一回はちょっとなんかまあ千尋さんのおかげなとこもあったけど、そこは別に誰も知らないわけだし、あれ、あ、てか千尋さんはここにいないんだね。でもあれじゃないか、あの感じまた戻ってくるんじゃないか、千尋さん。ちょくちょく迷いちゃんの体を借りて。まあさすがにあれだろうね、迷いちゃんが霊媒するときにしか戻ってこない、来れないだろうから、じゃなきゃったらもうやりたい放題だもんね。でもなんかもうちょっとね、少なくとも確実に有名ではあるだろうから、もっと客来ていいようなもんだけど。まあいいや、あれから1ヶ月の時間が流れた。千尋さんの事件はかなり世間の話題になったか。そうだよな。なるほど、法律事務所はなぜか話題にならなかった。なんでだ。どうしよう、今月の家賃。ああ。まあ事務所借りてるんだもんな。普通の家とかだったら数万だろうけど、まあ事務所ってなると割と数十万ぐらいかかったりするからな。なんかコロナのあれでさ、よくニュース流れてきたんだけど、新宿のちっちゃいバーとか、まあ新宿だからってのはあるだろうけど、なんか200万とかするらしいんだよね、光熱費家賃全部込みだと。だからまあここが日本のどこだかは知らんけど、全然高い可能性だってあるよね。今あれか、じゃあ千尋さんの家賃じゃねえや、遺産を食い潰してる感じか。大丈夫だよ、そろそろ何かでかい依頼が来るって。ふぅ、まあそりゃメタ的には来るんだろうけど。ん？10月16日午前8時14分、なるほど龍一の寝室。さっき、いつって書いてあったっけ？覚えてねえや。ん？はい、もしもし。はい、なるほどです。大変だよ！なんだ？朝っぱらから。同じこと言われた。あれ死んだとか？殿様が、殿様が逮捕されちゃったんだよ。はぁ？殿様が？あれだよね、あの、物語の中とかではなく。そうなの。殿様、怪人をやっつけちゃったんだって。朝っぱらからこんな話を聞かされる、なるほどの身にもなってみろ。それがどうかしたんだよ。それがどうしたんだよ。怪人を倒すのが彼の仕事だろ。それはテレビの話でしょ。ああ、やっぱりリアルか、これ。そりゃテレビの話だよ。違うの。本当にやっちゃったんだよ。殿様スペアで怪人を串刺しにしちゃったんだよ。さっぱりわからん。同感だ。とにかくすぐに事務所に来て、お願い。え、これ、来てる？まさか。あ、なるほど、もう律儀だな。午前9時22分。おお、すごいな。起きたばっかの状態から、1時間で、もう、仕事場に来たのか。午前9時22分。なるほど、法律事務所。迷いちゃんはいた。テレビを見てる。お前何してんの？助手なんじゃないの？では次のニュースです。子供向け人気番組大江戸戦士殿様の、名前すごいな。殿様役、煮干し三郎、なんちゅう名前。殺人容疑で逮捕されていたことが先ほど明らかになりました。被害者は怪人悪大官役、胃袋たけし氏。悪大官の着ぐるみの中から死体で発見されました。死体にはトムサマンスピアーが突き刺っており、もしかして何それ、撮影用のさ小道具でぶっ殺したってこと。
警察ではこれを凶器と考えて捜査を進めているようです。ああなんかもうお姉ちゃんが死んだ時と同じぐらい悲しそうな顔してんじゃん。なんか冗談みたいな事件だね。悪夢だ、この世の終わりだ。お前姉ちゃん死んだ時もそんなこと言ってなかったな。お、これが電話だ、依頼の電話だったりする。あ、これあれ違うか、これ迷いちゃんの携帯か。はい、なるほど、法律事務所です。あれえ、迷いちゃんの携帯で依頼受けてんの今。え、なるほどくん、と殿様から電話が。なんと、何。はいはい、すぐに伺います。行こう。なるほどくん、とどこへ。殿様留置所に捕まってるんだって。この事件私たちの初仕事に決めたからね。あれかな、千尋さんの事件およびあの綾里法律事務所が話題になっていたのであって、名前変わった後のなるほど法律事務所っていうのはまだ世に知られてないってことなのかな。あとちょっと気になったんだけどさ、あなた今どこに住んでる、まゆいちゃん。なるほどの寝室って書いてあったけど、まさかこれ事務所の中で寝泊まりしてるとか。まあそれはいいか、決めたからね。ああ早速、まあとりあえず話すか。え、相談するってこれ、まゆいちゃんと話すってこと。どうしようか、これから。とにかく留置所に行って、ともさお前もただ野じ馬根性発動してるだけなんじゃないのこれ。殿様に会おうよ。じっとしてられないよ。早く行こう。事件を調べたいのか、スタジオ見物したいのか。おそらく、後者だな。そんな感じがするな。気づいたこと。まだ何かを推理するにはデータが足りないな。素直に何も思いつきませんって言えよ。データが足りないの？はあ。突きつける。まあ、恒例の弁護士パッチ突きつけ、行きましょうか。ほら！どうかな？これ。なるほど。なるほどくん、それ見せるの好きだよね。辛く流されてしまった。え、これもしかしてさ、今まで俺が何度も見せてきたから、こういうセリフになってたりする？もしかして。だとしたらちょっと嬉しいな。調べる。ああ、また再度調べられるのか。まあ、さすがに、2とか3とかはどうかわかんないけど、1でもうこれ以上、事務所で事件起きたりしないでしょ。さすがに。窓の外は今日もいい天気だ。最近、向かいの部屋は客の入れない夜はない。ああ、なんだかんだ、殺人事件のあれというか、ボーイの思惑が、うまくいってんのか。ボーイが楽しそうに部屋を掃除しているのが見える。なるほど。千尋さんのお気に入りだった、あった。観葉植物だ。悲しい。最近は迷いちゃんが散々水をやるので、ふやけ気味だ。やめさせろよ。可愛がってるつもりらしいが、水攻めに見えないこともない。と、だから止めてやれって。千尋さんが好きだった、これもだっただな。古い映画のポスターだ。今度僕も見てみようかと思ったのだが、このポスタータイトルが書かれてないぞ。ほう、あ、なんかそれが今後のストーリーに絡んできたりするかな。てかこれが殿様だったりして、そんなわけないよな。あ、そういえばあれかな、小中に盗まれたファイルとかは戻ってきたのかな。法律関係の難しい本が嫌というほど並んでいる。これからは僕が読まなくちゃいけないのかな。そりゃそうだろうがよ。まあ24でこの大役任されてるのは同情はするけどな。千尋さんのデスクだ。今は僕が使わせてもらっている。ここに座るとどんな時でも気持ちが引き締まる。
まあ千尋さんもずっと見てると言ってくれたからな、聞こえてたかどうかわかんないけど。よし、じゃあまあこれ以上やることないかな。移動する。あ、もう留置所しか行けない感じ。他の部屋は移動できないの？あの受付の部屋に行きたいんだけど。受付の部屋であなた寝泊まりしてんじゃないの？勝手な想像だけど。まあいや、じゃあ移動してみよう。留置所、10月16日某時刻、留置所面会室。おお、思ったよりキャラ濃いな。こいついたっけ、ポスターの中に。覚えてないな。ほら、迷いちゃん、憧れのスターさんだぞ。ね、本当に、あれがそうなの？ちょっと引いてんじゃないよ。あれって言うなよ。煮干し三郎、今回の依頼人、その人だよ。こう言っちゃなんだけど、なるほどくん。言うな。言わなくていい、そんなこと。こりゃ、やってるよ。殺人の一つや二つ。お前ファンなんじゃないのかよ。ファンってかあれか。もうやじ馬根性。そっか。ファンじゃないのか。おいおい、何言ってるんだよ。あ、これはあれか？外見に反して結構気が小さいタイプの人だったりする？はい。何か？いえ。やれやれ。まあ、この子も17だ。おお、あ、なんか仕草も可愛いね、ちょっと。あ、これはどういう声で読むべきか。わかっています。幻滅してらっしゃるんでしょ？僕に。めそうもない。僕、ご覧の通りの面構えですから、まあ声は低いんだろうけど、多分話し方は、なんか普通の少年って感じだな、セリフからして。殿様の役をいただいた時、決めたんです。この役が終わるまで、絶対に素顔を晒すまいって。子供たちの夢を壊しちゃいけないと思って。え、めちゃくちゃいいやつじゃん、こいつ。絶対殺してないよ。まあ、わかってることだけど。え、それなのに、こんなことになってしまって。子供たちは、殿様のことなんて思うんだろう。あ、めっちゃいいやつ。あと、すごい気が弱い。外見に反して。胸毛も生えてんのに。なるほどくん。なんだよ。いい人だよ。知ってるわ。そうだね。これはやってないよ。お前もうやる。もう言ってることコロコロ変わるな。まあ、なんとなく察してたよ。初めて会った時がさ、だってね、お姉ちゃん殺されたばっかだからさ。まあなんか妙にテンション高い時とかはあったけど、まあ姉が死んだ上であれだって、ってのは想定の範囲内だよ。電話ではすごいハキハキとした喋り方だったしね。こんなコロコロ言ってること変わったりテンション高かったりするのはちょっと予想してなかったな。これはこれでいいけど、これはやってないよ。お、早速、まあ、まず恒例の調べタイムに行こうか。あ、特にないか。あ、カメラで見張って。まあ、ここはわかんねえか。これ同じ警官？ああ。なんか、怖そうな顔してるけどさ、これは基本的にあれなんだな。何かしらの理由で動きてないだけなんだな。確か、海の時は、可愛すぎて骨抜きにされたみたいなこと書いてあったもんね。今回は、迫力にビビって動けないみたいだ。まあ、警官やめちまえ。まあでもこんなもんか。よし。じゃあ、移動しますか。というのを嘘で話してみよう。まあまあ、まあまあ、ちょっとその前にまずね。これ。はあ。どうもアドリブの効かない人らしいな。なるほど、もうなんか分かってやってんだろ、お前。まあじゃあ話しますか。
まあまあ事件についてかな。とりあえず何があったか聞かせてもらえますか。は、恐縮です。ええ、あれは昨日のことでした。打ち合わせのため僕たち撮影所に集まりました。8でいいのかな。朝の10時からトモ様のアクションを打ち合わせして、夕方の5時からそのリハーサルがあったんです。まあ人気なだけあってちゃんとガチでやってたんだな。そこで夕方の5時にスタッフがスタジオに集まると、怪人アクタイガーンがセット付近で倒れていたそうです。うわぁ、マジで綺麗に穴開いてるな。もうちょっと血とか出てもいいでしょ。あ、でもあれだったな、千尋さんの時とかもそんなに血出てなかったな。あんまり血を見せない。いや待って、でも違うよな、初事件の時の空き巣の時はめっちゃ血だらだら流れてたよね。どういうあれなんだろう。まあ、いや、着ぐるみのマスクを取ってみると、悪態側の中には何さんだっけ、胃袋さんの死体が、なんでこれさ、殺された側なのにさ、これストーリーに絡まないでしょ、この人。なんでこんな名前変にする必要があった。胸をトモサマンスピアで見事に刺されていました。トノサマンスピア？はあ、トノサマンの武器で長い槍です。なるほど。まあ次こっちだな、アリバイ聞こうか。事件があった日、あなたは？あの日は朝の9時にスタジオに入りました。おお、ああちゃんとやってる。ん？なんだ？なんか右の人もすげえキャラ濃そうな。お昼までアクションの内容を決めていまして、午後は5時からリハーサルでしたので、昼食後は楽屋で昼寝していました。目が覚めたら集合時間の5時を過ぎていたんです。はあ。慌ててスタジオに行ったら皆さん怖い顔していて、そのまま逮捕されてこうして留置で、それはおかしくないか。ああ、いや、まあカメラがついてないにしてもさ、真っ先に疑うことある。事件があった午後はずっと寝ていたわけか。なんか間抜けなヒーローだな。まあ持ってはないよね。恐縮です。現場にも行ってみたいんですけど。あ、撮影所地図書きます。まあそっか、スマホとかないもんな。うわー、なるほどくん、早く行ってみようよ。もう隠さないな、君は。完全に見物に行く気だぞ。ああ、まあじゃあ殿様について聞いて終わろうかな。そもそも殿様って何ですか。うわ、なんて失礼なことを。すみません、煮干しさん、常識をわきまえない青2歳でして。誰が青2歳だよ。いえ、いいんです。殿様はお子様向けヒーロー番組の主人公です。ネオ・エドシティを舞台に宿敵怪人悪大カーンと死闘を繰り広げるんです。本当に死んじゃったな。まあ毎回決着はつかないんですけど、それがこんな形で決着がついてしまうなんて。わかりました。ネオ・エドシティ、一体どんな街なんだ。なるほど、以上か。あー、なんかいい人だし気が弱いし、こういう感じの人だとはちょっと最初は思わないよな、さすがに。多分こんな性格して声とかあれなんだろうな、めっちゃ渋いんだろうな。なんかスネークの人とか、なんかそんな感じの声な印象だよね。うん、まあじゃあここでやることは一旦終わったかな。早速移動しようか。
同じ日、某時刻、A と撮影事務所、じゃねえや、事務所っていうのに慣れちゃった。A と撮影所、正門前。ん？うわぁ、ここで殿様が作られてるんだ。すごいな、感激だよね。あ、これあれじゃない？さっき、稽古を見てた人じゃない？これ。こら、あんたたち、勝手に入っちゃダメでしょ。いえ、私たち、弁護士でして。ああ、そう。おばちゃんは警備員なの。そうなんだ。なんで警備員なのに稽古見てたわけ？あんたらみたいなヤジウマを入れさせないのが仕事なのよ。ヤジウマ？まあ、お前はそうだよ。それについて怒るな。本当なんだから。あんたたちもあれでしょ？昨日の事件を聞いて面白半分やってきたんだろ？まったく最近。おお、ちょっと待って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 。早い早い。早い早い早い。なるほどくーん。私もいつかこんな風になるのかな。失礼だぞお前マジで。やっぱりそうなんじゃないかな。ちょっと、あんたたち人の話を聞きなさいよ。おう、まあじゃあ早速聞こうじゃないか。とその前に、なんだいそれ、おばちゃんにくれるのかい。勘弁してくれ本当にな。はい、じゃあ話そうかね。撮影所、この撮影所はどんなところなんですか？この A と撮影所は子供たちの夢を作るところさ。おばちゃんも昔はね、まさかスターだったんですか？大道具仲間の間じゃちょっとしたスターだったよ。はあ。ここもね、今はすっかり寂れちゃったんだけどさ、10年ぐらい前まではまさに夢のスタジオだったよ。別にでも殿様も人気なんじゃないの？その頃はイブクロちゃんも大スターでね。イブクロちゃん？被害者だよ被害者。前もそんくらい覚えとけ。なるほど。怪人悪大カーンのこと。今じゃ怪人なんてしきた役やってるけどね。まああれだもんな、どっちも着ぐるみだもんな。だからあれか、そう思うと別に中の人関係ないのか。まあじゃあ煮干しに、いや胃袋ちゃんについて先に聞こう。胃袋ちゃんってどんな方だったんですか？どんな方だって、泣かせるわね。胃袋たけし、永遠の大アクションスターだよ。わ、イケメンじゃん。まあ死に顔は、そっか、さっきの死に顔だからあんな感じだったのか。今でも忘れられないね、ダイナマイト侍シリーズ。結局似たようなことやってんじゃん。聞いたことないぞ。でもさ、5年前にね、撮影中に事故が起こっちゃって、それでケチがついちゃった。なんかこれ裁判と関係してくんじゃないの？今じゃ子供相手の番組の悪の使者だよ。ギャラも格安でね、切ない話よね。そうなんだ。じゃあ煮干しについて。煮干し三郎さん、どんな人なんですか？悪い子じゃないけど、ぶら下げてる面があれじゃねえ。ああ、それもあって逮捕されたのかな。いやでも、仕事仲間はさすがに理解してるんじゃないの？性格。とてもお茶の間に出せる品物じゃないよ。飯がまずくなる。あれ、性格は分かってても好かれてはいない感じかこれ。それだけに今回はチャンスだって燃えていたみたいだけど、まさか胃袋ちゃんをね。でもまだ煮干しさんだと決まったわけじゃ。決まってるの、おばちゃんは何でも知ってんだから。ほう、なんでそう思うんだ？なんで煮干しさんを犯人だと思うんですか？おばちゃんね、ここも昨日に立っていたのよ。午後1時から死体が見つかる5時までずーっとよ。殺人現場のスタジオ、この道を左に行けばいいんだけど、
スタジオへ行こうと思ったら必ずここを通ることになるの。1時から殺人があった2時30分までここを通ったのは1人。それが荷星さんだったというわけですか。そう、おばちゃん見てたから。でも、荷星さん、あ、でも荷星さんは楽屋で寝てたって言ってましたよ。そりゃそう言うでしょ。あの子もバカじゃないから。でもね、ここを通ったのはあの子しかいないんだ。別に他に中にいる人とかいるんじゃないの？まさかあれでしょ？このおばちゃんと胃袋と煮干しだけってことはないでしょ？さすがに。間違いなく犯人だよ。あとちょっとさ、今回ちょっと不安なのがさ、前の2回と違ってさ、犯人の顔見れてないよね。なんか1話が始まるごとにさ、ちょっとしたムービーが流れて殺人現場を見ることができたけど、ノークルーだからさ、このおばちゃんが犯人かどうかすらもわかんないよね。なんか今んとこなんかちょっと無理やり罪を着せようとしているように見えなくもないけど。じゃあそろそろあんたたちお家へ帰るんだね。ここに立って何も出ないよ。僕たちは煮干しさんの依頼で調査に来たんですよ。ふん、あんたら見た目から怪しいもんね。それはごめんなさいだな。否定できんわ一切。あの子の書いた依頼状を見せてみな。それならおばちゃん入場を許可してやらんでもないわよ。このおばちゃん、そんな泣き顔で言うことか。このおばちゃんなんでこんなに偉そうなの？ああ、ここまでか。これ以上話すことはないし、突きつけることもできない。調べてみるか。警備員たちの詰め所だ。おばちゃんがむさぶるのだろう。テーブルの上にはお菓子の山だ。セキュリティを管理するコンピューターが見える。ああ。だとしたらあれなんじゃないの？ちゃんと見てないんじゃないの？ん？待って、なんだ？コンピューターだ。撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。こら！勝手に触らないでちょうだい。怒られちゃった。この撮影場所の、この撮影所の見取り図が書かれている。ここから右へ行くとスタッフ、作業場。左へ行くとスタジオ方面に通じているらしい。え、そんなビルが2つあるんだったらさ、いくらでもごまかせない？この撮影所の正面入り口だ。昨日はヤジムが押しかけて大変だったらしい。ワゴン車。この撮影所のライト板だ。撮影用の資材などを運んでいるのだろう。うん。こんなもんか？さすがに。ぽいね。じゃあもう、これ以上やることもないし、一旦戻って、許可書を持ってくるか。あ、どうでした？撮影所。やっぱり僕、犯人扱いですよね。そうだったな。そんなことないですよね。なるほどくん。せいぜい容疑者止まりだと思いますよ。恐縮です。恐縮ですが、もう、口癖なんだな、この人。まさか。ああ、さすがに調べたことになってるか。よかったよかった。まあじゃあ。ん？待って、アリバイについてが今、増えてるな、なんか。突きつけることもできないし、とりあえず一旦話を聞いてから、許可書をもらう感じかな。アリバイについて。煮干しさん、何か僕に隠していることはありませんか？いえ、そんな、滅相にもない。さっきあなた、昼からは楽屋で昼寝してたって言ってましたよね。はい、ぐっすり寝てました。でも、警備員のおばちゃんは目撃しているんですよ。あなたが殺人現場へ向かうところ。なんですって？そんなバカな、僕は、昼寝を。煮干しさん、本当のこと言ってくれないと。
僕は新米弁護士ですからすぐ負けちゃいますよ。恐縮ですが、なんかそんな気はしてたけど、僕間違いなく寝てたんです。誓います。おばちゃんの見間違いだと思いますけど、こんな人相を見間違いするかな。でもどうなってるんだ、嘘をついてる様子はない。いや、なんかこの作品の音だから、なんか二重人格とかってありえるか、さすがにないかな。じゃあおばちゃんについて、撮影所の正門にいる警備員なんですけど、あのおばちゃんひどいんですよ。私のこと見た目から怪しいって。だから怪しいからな。はあ、実は前に僕も言われました。そんな面を取れって。あの人偉い人にはものすごく弱いんですけど、一度舐められちゃったら一生頭が上がらないんですよ。嫌な人。最悪。今のなんか SE もちょっと面白かったな。すみませんが、依頼状書いてもらえますか？はあ、恐縮です。証拠品、法廷記録に挟んだ。依頼を受けていることを証明する書類。これであのおばちゃんを突破できればいいんだけど、さすがにできるだろうって。ありがとうございます。あのおばちゃんに見せれば通してくれると思いますよ。あ、そこはチュートリアル的な感じだったか。はあ。まあじゃあ早速突きつけようかな。別に話変わってないよね。オッケー。おばちゃん、これ、煮干しさんから、煮干しさん煮干しさん、どっちだろう。なんか煮干しさんな気がするな。煮干しさんからの依頼状。この頭の悪そうな字は確かにあの子だね。ああ、字知ってるぐらいには仲いいんだね、じゃあ。証拠品をおばちゃんに渡した。あの子もこんな頼りなさそうな弁護士を頼むなんて。ねえ。ねえと言われましても、本当にな。まあいいや、通過を許可してあげるわよ。ただし、ここから左のスタジオ方面だけよ。右方向はダメ。スタッフの作業所があるんだけど、誰も通しちゃダメっす。はあ、またお前か。いや、なんかもういい人なの分かってんだけど、絶対またなんかやらかすからな。うん。この人もあれだな。あんな顔してたのに、この、人物ファイルにはちゃんといい顔で載ってんね。まあいいや。刑事がそう言ってたからね。ねえねえ、なるほどくん。ん？詰所のところに地図があったよ。この撮影所の。お前勝手に撮ってきたんか。おお、いいねこれ。こら、1枚50円だよ。よし、じゃあ行こうか。なるほどくん。50円。50円ぐらいいいだろうか別によ。A と撮影所の上面図を法廷記録に挟んだ。お、あ、なるほど。じゃあちょっと見てみようか、改めて。正門がここで、あれだよな、スタッフエリアにいたんだよな。煮干しさんは。そこで昼寝してて、通るとしたら、絶対に正門を通らなければいけなかったと。で、おばちゃんはそれを目撃してるけど、煮干しは、もうずっと寝てたと。まあ、多分メタ的に煮干しではないんだろうけど、現状ちょっと難しいね。特に増えてない。ここも増えてないな。じゃあ移動すっか。おお、なんだなんだなんだ。頭取れてますけど。そんなことある？あ、これあれか。これが殿様んか。はあ。こんなデザインが子供受けするかね。あ、まあこういうのがするのかな。
同じ日、某時刻、第一スタジオ前。あんたはこの前の殺人犯だから、もうほんと無能なんだよな、こいつ、もう。この前の大間違い刑事。あんたたちのせいで、三剣賢治はちょっとブルーになってるっす。午後のティーを飲みながら窓際で黄昏れているっす。お前そうなのか。あとなんでこの椅子知りませんよ、そんなの。そうだよ。だいたいあなたの捜査がデタラメだったからいけないんでしょ。そこは黙っちゃった。痛いところをついたらしいね。そう、別にいいやつではあるんだよな。本当にただ頭が悪くて無能なだけで。どうしよう、私が悪いのかな。意外にナイーブな男みたいだ。そうっす、自分のせいっす。人のせいにしても自分の心だけはごまかせないっす。まあまあ、次頑張ればいいんですよ。そうっすよね。って、なんであんたたちがここにいるんす？あのね、私たち、この事件を担当することになったっす。真似しなくていいんだよ、お前も。真似しちゃダメっす。アイデンティティが崩壊するっす。まあ、あれだもんな。どいつもこいつも喋り方特徴的だもんな。この作品。面白い人だね、なるほどくん。お、って話せるわけか。ま、とりあえず話聞こっか。今回も敵対することになった、なるのかな。まあ、じゃあ早速、捜査の状況を。今、そちらの捜査はどんな感じですか？てかあれだもんね、前は、迷いちゃんに続けてなるほどが容疑者だったから敵対してたけど、別に今回敵対するとも限んないよね。まあ、三剣は置いといて、あいつはなんかなんだかんだ言って敵対しそうな感じはあるけど、そんなこと教えるわけにいかないっす。なるほどくん、さすがにそれはステートに聞いてもダメなんじゃないかな。じゃあ刑事さん、例のやつくださいよ。例のやつ？解剖記録です。今度は最新のデータを。わかったっす。この前の事件では迷惑かけたっすからな。証拠品のデータをファイルした。15日の昨日か。昨日の午後2時30分、槍状の凶器で群れを貫かれる。昨日か。まだ死にたてほやほやだね、じゃあ。ちょっと水飲んでないとやってらんないんだよね。読むことが多いからさ、本当に。ゼノブレはそういう意味では楽だった。まあ、じゃあ逮捕した理由いこっか。てか、またお前が逮捕したってこと、またお前、ハエトチしてんじゃないの？どうして、ネボシさんが、逮捕されたんですか？簡単なことっす。殺人事件は、この先の第一スタジオで起こったっす。被害者は第一スタジオに入ったのが午後1時。この時、被害者以外の人間はスタジオにいなかったっす。そして、被害者が死んだ時間は、解剖の結果、午後2時30分。その間、スタジオに行った人物はたった一人。煮干し三郎っす。彼以外スタジオに行けた人物はいないっす。嘘だと思うなら警備員のおばちゃんに聞いてみるっす。なるほどくん。それがもし本当なら、誰が聞いても犯人は煮干しさんしかいないじゃない。物騒なことを言うなよ。うん、まあ、これでもちょっと、この感じ、受け損な感じがするよね、依頼。まあ、じゃあ、おばちゃんについて。警備のおばちゃんなんですけど、とっても優しい。刑事だから、ちゃんと、外面良くして対応したのかな。いいおばちゃんっす。どこが警察手帳を見せたらお茶と羊羹を出してくれたっす。あのおばちゃん、権力の犬だよ。
かも我々のために証拠品までくれたっす。くれた？それ見せてよ。なんですか証拠品って。まあその写真っす。あの殿様野郎、が現場に向かってる写真っす。誰が撮ったんですか？そこのゲートにカメラがついてるっすよね。あ、おいでませって書いてあるあれのことかな。あ、あるね、ほんとだ。そのカメラ、人が通ると自動的に写真を撮るっす。なるほどくん、もうダメだ。諦めるのが早い。でも、証拠品を手に入れた割にはパッとしない格好をしてるな。どうしたっす？なんか元気がないっすね。そんな嬉しそうな顔して言わないでください。はっはっはっは。私たち、スタッフの人とかにも話を聞きたいんですけど。あ、いいっすよ。もう、どこでも好きなところに行くっす。何やっても無駄っすけど。はっ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 は。根に持ってんだな、前のこと。人間ってこんなに朗らかに笑えるもんなんだ。なるほどくん。許可ももらったんだから、いろいろ行ってみようよ。まあ、呼ぶぼっこいての今のうちだぜ、お前。暗いな。刑事さん、ほら、これ。弁護士がつけるバッジですよ。はは。いちいち背中、やかましいわ。いちいち説明しなくちゃならない身分証明なんて悲しいっすね。そっか、警察だったら見せれば一発だもんな。お高は黙って警察庁、警察手帳っす。確かにこのバッジのデザイン意味がわからないよな。いっそ、ベンマークとかにすればいいのにね。それもどうかと思うけど。よし。待って。あ、これは別にどうでもいいか。うん、オッケー。じゃあ、まあ、話し終わったし、調べるか。これが例のカメラだな。お、こんなところにカメラがある。さっき言っただろ。スタジオに行く人間を写真に撮るためのカメラっす。データを見れば誰がスタジオに行ったか一目でわかるっす。カメラにプレートがついている。あ、カメラにプレートがついている。ST1-307。このカメラのナンバーらしい。え、なんでわざわざ今？ちょっと待って、どっかに書いておこうかな。絶対にこれ、後に関係してくるでしょう。ちょっと待って、もう忘れた。もう一回見せて。あ、待って、飛ばしちゃった。もう。あった、よし、ST1-307。 いや、まあ証拠品扱いになるんだったら今後もらえるはずだけど、まあ念のためね。よし、まあじゃあこの趣味の悪い看板、おいでませだって。このスタジオにも、このスタジオも経営が苦しいっす。最近は休日には一般の人に開放して、見物料を取ってるらしいっす。ああ、へえ、詳しいんだ、ケンチさん。刑事さん。刑事辞めて、ここで働いたらどうですか？そうですよ。あそこの猿も首を折られたことだし。意味がわからないっす。もうなんか友達みたいな感覚になってるな。これはなんで首が取れてんの？このスタジオ、この撮影スタジオのマスコットキャラクターだ。なんでも、テングザルをモチーフにしてるとか。でも、テングってこんな団子っぱななのかな？お、手には看板を持ってるな。右、第一スタジオ。左、第二撮影スタジオ。これ手なの？手と尻尾か、これ。なるほど、そっか、猿だからか。そんなことよりどうしたんですか、あれ。やっと突っ込んでくれた。昨日強い風で首が折れたっす。そこの木も道連れっす。ほんとだ、これか。なるほど。あ、違う。
第一スタジオへ通じる入り口、スタジオは胃袋をたけしが死体で見つかった現場だ。なるほどくん、ちょっと入ってみようよ。あれ、鍵がかかってるよ。スタジオに入るにはカードキーがいるみたいだ。スタッフ以外の人間を入れないためなんだろう。うん、なるほどね。ああ、待って、結構あるな。これは？ちょっと疲れたな。座って休もうか。お、いいっすね。なんで刑事さんが休むんですか？いや、立ちっぱなしで結構疲れるっす。それはわかるよ。俺も仕事からね。長い間立ってることもあるし、なんなら前職はホテルのフロントだったからね。疲れるよ、あれは。ああ、まあじゃあ、ああ、待って、折れた腕じゃねえや。糸の子さん、左の道の奥には何があるんですか？なんか木が倒れてますけど。ああ、そっちは危ないから行っちゃダメっすよ。その奥には何もないっす。昔は第二スタジ撮影スタジオがあったっすが、今は使ってないっす。なんかこの回、消化詰めが大変そうだな。まあもちろん、楽しく終わるけど。ちょっとあれかもね、前みたいに1時間でサクッと証拠集めてすぐに裁判パートってわけにはいかなそうだね。うん、まあじゃあこんなとこか。まあじゃあ移動するか。あ、待って、行けないじゃん。どうすんのさ。え、撮影所行けないってこと？なんか行けるみたいな話じゃなかったっけ？ちょっともう一回戻ってみるか。あ、見て見て、なるほどくん。おばちゃん、詰め所の中で羊羹食べてお茶飲んでる。日本のおばちゃんって風情だね。こいつも山育ちだからな。あんまり、なんかあれなんだろうね。この辺のことって、テレビの世界のことだったりしたのかな。てか、そもそもテレビを知らない説はないか、さすがに。それはちょっと、さすがにか。ちょっとおばあちゃん寄りな気もするけど。あら、あんたたち。どう？あの子が犯人だって納得した？くそー。このおばちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよな。証拠写真見るか。おばちゃん、なんで写真のことを教えてくれなかったんですか？ああ、あれ？刑事さんから聞いた方がよりスリルがあるかなって。おばちゃん、気を使う方だから。こいつ。あれ、ここからすぐ左に行ったゲートのカメラが撮ったのよ。毎日、写真をチェックするのもおばちゃんの仕事でさ。なるほど。カメラについて聞くか。そのカメラのことなんですけど。ああ、カメラね。そういうことか。あのゲートをくぐるとセンサーってやつが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間も記録されるんだって。おばちゃん、その辺のことよくわかんないけど、撮った写真はあそこの詰所のコンピューターで見られるから。おばちゃん、いつも帰る前に写真をチェックするわけよ。なるほど。この辺の話は聞かなかったっけ。もう、てかこのおばちゃんの声疲れんだよな。この撮影所、どこへ行くにも必ずこの警備詰め所の前を通らなくちゃならないのよ。胃袋ちゃんがスタジオに行ったのが午後1時ちょい前。事件が起こったのが2時半。その間、ここでおばちゃんが見たのはこの煮干しだけ。カメラにもそれが映っている。これで犯人じゃなかったら誰が犯人よ。おばちゃんとか。ギャッハッハッハ、面白いこと言うね、あんた。あ、この人は違うのか。じゃあこのシリーズの犯人役は今のところ容疑を向けられたら露骨に動揺するからな。全く気に留めていない。
まあじゃあ最後に、被害者の胃袋さん、人気はあったんですか？それはもうすごいもんだったわよ。すごかったか。過去の話なんだな。それはさっき聞いたろ。私小さい頃、ヒゲ武将シリーズ大好きでした。ああ、あれね。よかったよ、ほんと。昔はさ。それが今は悪大感だもんね。そりゃ胃袋ちゃん、荒れてもしょうが、荒れてたの？あれ？あ、これじゃ話聞けない。そっかー。これとりあえず見せてみる？なんだいそれ。おばあちゃんにくれるのかい？勘弁してくれ。あ、変わんないか。じゃあどうすんのさ。ああ、待って。あ、調べれるんじゃん。ああ、まあ、そういうことか。あ、前までしか行けないってことか。スタッフエリア、行ける？ちょっと待って、本当にやることが多いな。あとちょっと、とりあえず一旦このおばあちゃんから離れたい。マジできつい。うん、まあ、時間的にもあれだから、あとスタッフエリア行って今日はちょっと一旦終わりにしよっかな。あ、普通に入れた。そっか、スタッフエリアが行っていいって話だったんだっけ。同じ日、某時刻、撮影所、スタッフエリア。あ、なるほどくん。ここ、スタッフの人たちが作業するところだよ。あ、あそこ、煮干しさんの楽屋がある。事件があったばっかりだから、まだ誰もいないんだ。いろいろ見てまろうよ。まあ、それはだそうだな。移動するって、楽屋もあるのか。そっかそっかそっか。まあ、まず調べよう。あ、てか、楽屋これか。早速。楽屋と外に結ぶ窓だ。曇りガラスなので部屋の中を見ることはできない。はあ。楽屋に入るドアだ。鍵はかかってないみたいだ。ねっねっ、なるほどくん、入ってみたいよ。記念になんか持っていっちゃおうよ、お前。山育ちだからっていい加減にしろよ。なんかってなんだよ。殿様アンスピアとか狂気だろ。同じツッコミだ。競技じゃないか、それ。あ、まあ、あと名前。楽屋の入り口に張り紙がしてある。煮干し三郎様か。さすが主役だな。うん、まあ、あんまりお気に召されてなかったようだけど、スタッフの人たちには。お茶、味噌汁、お汁粉、くず湯、おでん。なんか変わったラインナップだな。ラインナップが、ああ、そういうことか。和風に統一されている。ウーロン茶すらないぞ。そっか、中国だもんな。あ、なーにこの殿様汁ってまずそう。なんか殿様から出た汁みたいな名前じゃん。なるほどくん、飲んでみてよ。自分で飲めよ。なんだここは。巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、なるほどくん。何でも知ってるんだね。見た感じを言ってみただけだよ。あ、なんだ？スタッフたちの昨日の昼食の後だ。事件があったため誰も片付けていないのだろう。ちょ、なんでさ、千尋さんの部屋はあんな綺麗に片付いてたわけ？おかしくない？別にいいけどさ。あ、なんだ？皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗っている。なんか、スタッフの割には豪華なもん食ってんな。あたしも食べてみたかったな、骨付きのステーキ。さっき味噌ラーメン食べただろ。もうずっとそれか。味噌ラーメンは別腹。どんな腹だよ。まあちょっとわかるけどな。うん、まあじゃあこんなところか。まあじゃあ入ってみ、あ、待って、スライドもできんのか。待って、めちゃくちゃあんじゃねえかよ。もうなんだこれ、露骨に怪しい。排水口の金網が外れている。結構大きな穴だ。子供なら通ることができそうだ。え？もうこれじゃん。いや、でもにしても子供サイズの人がいないとっていう前提だよな。いるのかな？あ、あそこから入ってくれば入場料払わなくてもいいね。じゃあ、帰りはあそこから出たら？うん、そうする。ん？ん？どういうこと？
どういう流れだ今のは。あ、うん。うん、そうする。ん？何が運なんだ？排水口にはまっていた金網だ。ちょっと曲がっている。はめ直すのは無理だな。それだけか。これは？かきかけのかき割りが立てかけてある。ネオ・エドシティの城ということは、さっきのおばちゃんの反動がきついぞ。そもそも今日も仕事後だからな。今撮ってんのこれ。おそらくネオ・エド城とでもいいのだろう。モーターを乗せた電動自転車だ。なんとも言えない中途半端な感じが僕は嫌いだ。でも坂を登るのは楽だよ。若いのにあんなもん使うな。そこはなんかなるほどなりのこだわりがあるのかな。これはステーキか。ちょっと水取ってくるわ。まあそんなにあと長くないけど、ちょっときつい。一旦失礼する。ふう、このシリーズで初めてカット入れたよ。あと、もうじゃあ見るものはないかな。この部屋だけの話をすれば、別に真ん中になんかあるわけでもないし、じゃあ入ってみるか。お、同じ日、某時刻、撮影所、楽屋。煮干しさんの楽屋、事件があった昨日の午後は、ここでずっと昼寝していたって言ってたけど、昼寝してるところ誰も見てないんだよね。その代わり、殺人現場の近くで写真を撮られてるんだよな。あ、待って、間違えたわ。煮干しさん、信用していいんですよね。まあ、なるほどか、それはちょっと怖いよな。有罪 100%の人なんか弁護してもしょうがないわけだからね。鍵がかかってる。あまり開けられることはないみたいだ。まあ外は埃っぽいから無理もないかもしれんがね。知れないか。これが寝てたあれか。誰かが寝た跡が残っている。昨日依頼人の煮干しさんが昼寝していた跡だろうか。うん。あ、ピオコって書いてある。スタッフからの差し入れかな。お菓子が並んでいる。和菓子にお茶か。なるほどくん、食べたいね。そうか。さっき味噌ラーメン食べただろ。お菓子は別腹だよ。女の子は腹をいくつ持っているのだろう。確かに。これが衣装かな。撮影用の衣服に混じって洋服もちらほら。煮干しさんの私服だろうか。記念に着てみたいな、衣装。似たようなの着てるくせに。確かに。あと、まあ、肋骨なのは、この鏡と、楽屋といえば必ずある鏡だ。今日もバッチリ尖ってるな、僕の頭。お前の話はいいんだよ。これは？メイク用の小道具なんかが並んでいる。あ！ちょんまげ武器って使ってるカツラがある。なるほどくん、かぶってかぶって。やだよ。なんでカツラを見ただけで番組名までわかるんだよな。これ相当お高いってますね。時代劇はちょっとね。あ、なんか得意げな顔してるな。何がちょっとだよ。こんなとこか。あとこのカバンか。あ、煮干しさんのカバンかな。こら、勝手に開けない。あ、こんなものが。スタッフ用のカードキーだ。煮干しさんのものだろう。第一スタジオと書いて、あ、これで入れるのか。もらってこうよ。なるほどくん。借りるだけな。これ警察は没収してないのかな。ん？待って、まだ、また触れる。煮干しさんのカバン、他に何かあるのかな。こらこら、やめとけって。懲りない子だな。あ、これで終わりか。この、なんだろう、キャラ付けだけのセリフっていいよね。別に事件とは全く関係ない流れだったけど、今のは。まあじゃあこんなとこかな。うん、こんなところかな。じゃあこれで
行けるようになるわけかな。スタッフエリアに出て移動するで、正門前に行ったら、あれか、第一スタジオに入れるのか。大丈夫それ、違法侵入とかにならん？まあ、わかんないけど。うん。ちょっと、このおばちゃんは、やめとこう。で、移動したら、そうだね。入れるわけだ。うん。じゃあ次回は、この第一スタジオ前から始めようかな。で、スタジオを調べて、あわよくば、第二の方も調べて、で、流れていこう。うん。今回にしておきます。ちょっと、カミカミでしたが、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。